今回はですね、はい、ちょっと検証してみたいと思います。らしいですね。関さん以前カツアゲされましたね。以前何回目のことですか。何回かされてらっしゃるんでしたっけ。はい、定期的にカツアゲされますよね。スリータイムズチャンピオンなんで。それはですね、はい、やっぱり関さんがお金を普段持ち歩いてるからだと思うんですよ。まあそれはね、人の見えやすいところに、はいはい、だ財布の中に入れてるから取られるんであって、うんうん、僕は考えたんですよ。何を。体の中に小銭を隠せば、うんうん、不良ヤンキーにバレなくて済むんじゃないかと。なるほど。だから、うん、例えば裸にさせられたりとか、うんうん、お前脱げよとか持ってんだろって。そんなのねえよ今。そんな悪いやついねえだろ外で。財布出せよ、持ってないです、うん、じゃあ飛んでみる、ないです、脱いでみろよ、うん、ああか裸になって、あないんだなってことでしょ、うんうん、だからその裸の状態で、うん、このお前こう太ってれば肉を駆使して、うんうん、小銭を挟み込めば、うんうん、隠せるんじゃないかと思うの。なるほどな。今までのカツアゲもそれで回避できたんじゃないかということで、この席でカツアゲされるじゃん絶対。どんな人生待ってんだよ後半で。カツアゲされるじゃんきっとこの先も。40も超えたぞ。ね、そのために僕は今回小銭用意しましたんで、はいはい、席の体の中にこう小銭を隠していきたいと思います今から。そんなことしなくても私別に食べますよお金。ははははは。内側に隠すってこと。はい。入れてもらえれば。いやいやいや、それだとほら、私ガマ口だと思ってた。それだとほら、はい、なんか出した時にさ、やっぱ受け取る方が汚いじゃない。まとまって出てくるんじゃない。いや、お札で出てくる。両替できる。そうそうそう、100円玉10枚やって、1000札やってみろよ。じゃあやってみろそれ。じゃあまず、1000円を食べさせてごらん。いやいや、いけるよ、全然いけるよ。バカ一球出ました。不利なこと言いました。ドレス将軍様だから。おい、やって、じゃあ食べさせるから。別にできんのか。そう、まあまあ普段ね、小銭がなくて困ることありますから。そう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 、運転とかして支払いが現金だけの時とかあるんですよ、うん、はい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 、そういう時に便利かもしれませんね。そうだね、800円ですって言ったらこうなんか取り出して、そう、銭神様みたいな感じで、はい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 、あ、800円になるよ、あーいいね、うーブル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 とか、はいはいはい、お腹広げたらバラバラとか、あーいいかもしれない。子供たちがガチャガチャの前とかで困ってたら、うんうん、小銭あるよ。小銭あるよ。銭神様だ。裸なんだよ、これ。小銭入れるってことは裸なんだよね。なるよ、その時点で。小銭あるよ。お前さんだよ。あー、なるほどね。今回は、100円玉。100円玉ね。まあ、ちょっと多いとキリがないんで、はいはいはい、100円玉が何枚入るかってことで、まあ、10枚だったら1000円。そういう計算でいきたい。まあ、一番使うでしょ、100円玉って。10枚ぐらいしか入ってない。何枚機も使えるし。そんなさ、ないよ、俺。いや、お前の体って宇宙だと思うんだ、俺。そんなわけないし、体、宇宙、皮膚面積がめっちゃ多いじゃん、とりあえず。なんどうだと思ってるの。ボボボボって出てくるの。漫画のデブとは違うんだよ。ザクロみたいになってると思う。なってないよ、そんなの。こう、入んねえよ。肉がさ、ザブザブザブってなって張ってるから、むしろ太ってるから。入んねえって。でもさ、うん、こう、手刀入れたらボコってなって手刀消えるじゃん。消えねえよ。幼稚園生ぐらいだったらさ、飲み込めるじゃん、お前。いやいやいや、皮膚に。ここで行かないよ。エンジンをおいでおいでおいでってブーッ、くっとくっと、で背中にエンジンの顔がうえーって出してっていう感じで、汚い東京風ね、取り込んじゃうっていうね。そうそう、そんな感じで、うんうん、小銭、まあ、体の中にどれだけ入れれるのか、うん、まあ、それもしだったら食べちゃっても全然いいし、直に全然隠せるならばいいし、今回は上半身編でございます、うん、え、頑張っていただきたいと思います。いいけど、下半身変なんだ、細いんだよ。え、下半身はサブでみたいな、ビローンってやってさ、バゴーンって隠せるじゃん。そう、ターちゃんの飛び方じゃん。ジャングルの王者ターちゃんがムササビみたいにこうバローンって広げてそこにバゴーンって隠せる。この玉を足のここで挟むんだよ。こっちの一個一個で、上持ってバッて広げて、木から木へこう。それがジャングルの王者ターちゃんの飛び方。じゃあこう広げてこう隠せる、一気に。じゃあ大量、これなんか全部いけるじゃん、もう。カツアゲされた方がマシだよ。玉広げて見られるぐらいだったら。でも、こうなったら玉かどうかもわからなくて、すでにもう。玉じゃねえよ、多分。こんなんだったらさ、絶対玉じゃないじゃん、もう。なんでそんなチューブトップみたいなの。玉を広げて、チューブトップみたいにして。フールじゃないの。恥ずかしいってなったら頑張って。寒かったら。くせって。ツーウェイ。ツーウェイじゃない。できるわけでしょ。できるわけでしょじゃない。だから今回100円玉で関の体に何枚小銭を隠すことができるのか、うん、早速チャレンジしていきたいと思います。はい、もちろん YouTube なんで乳首がダメらしいんで。あ、そうなんですね。はいはいはい。あれ
おちんちんを見せてみないと。ダメに決まってんだろ。まあ、お前らほぼほぼないみたいなもんだからな。本当はいいだろうけどな。もっと引かなきゃ映んねえぞ。もうお前に関してはもう本当に。気象衛星ミヒマリで撮れよ、俺。お前の、ほぼ大陸みたいな股間してる。はい。これ大丈夫？大丈夫よ。これでもいいね。ダメかもしんねえな、お前に関しては。ダメなの？お前に関しては。江頭さんとかは隠してオッケーなんだけど、そうでしょ、お前これダメかもな。俺、風呂上がり鏡見て、これが母性かって思うときあるの。ほんと大丈夫だね、これね。え、大丈夫、もちろん大丈夫。はい、これね、全部100円で、うん、あの、基本的に 見つかったらダメよ、そっちから。ちょっとでも出てたらダメよ。あ、見つかったらダメね。そうそうそう、あ、分かった たくさんの不良に囲まれてるっていうことでしょ。で、普段からこの格好してる人ね、これは、うん、裸で普段からこの格好してる人がヤンキーの真ん中を通った時に割れないように入れるってことだから。そういうことだよね。そう出席でそうだね。そういうこと。ああ、あの夫婦にプレゼントしたから小銭がねえや、全部あげろ。まあ、とりあえずこれぐらいでしょうかな。でもいいよ、はい。これがだからバレないよ、だからね。うん。せん。サミって。やっとけよ。1,2,3,4 5,000引きたいなんて、せっかくだから。5,000ね。うん。5,000隠して。いいよ。うん。はいはい。はい、5,000行きました。はい。はい、来ました。ここに5,000あります。はい。はい、一番はまずは、うん、首の下かな。首いく？首の下は。首いくら隠れる？首の下ちょっといい。まず1,000円ね。1,000円ね。10枚、1,000円。これ積んだりとか隠し方は何でもいいね。あ、平らじゃなくていいんだ。じゃなくていいんじゃない？え？隠れりゃいいんじゃない？暴筋状態でいける？もう1,000円ちょっともらおうか。え、マジでいける？首の下？一回首の下行ってみよう。本当？いや、首の下で別にお前でもいけるだろう。ちょっと2,000円を束にして。2,000円。じゃあまず2,000円はこれね。え、もういける？全然いける？もうちょっといけるんじゃない？いける？うん。え、じゃあ3,000円目いける？3,000円目どこに？一回ちょっと3,000円枠いけるかな？嘘でしょ？ちょっと待ってね。嘘でしょ？3,000円いったら早いよ。3,000円枠いけるの？うん。マジで？3,000円枠いける？めっちゃ金臭いここ。いいことじゃん、でももう金好きじゃん。いや、金好きだ。金が超好きだ。だろ？うん。え、いける3,000円？3,000円をバレないけるかな。ちょっと長さ見せて。うわ、結構長いよこれね。うん、これを、うん、ヤンキーにバレない。あ、いけたいけたい。顔あ、でもちょっと見えてる。ちょっと見える、うん、やっぱちょっと引こう。2にしよう、2にしよう、2にしよう。ちょっとこれ引こう。あ、2,400円ぐらいしよう。分かった分かった、分かった、うん、いけるいけるいける。で、うん、まず隠すじゃん、うん、他はどうする。他いけそうなところは、うん、脇と脇はね、父の下だ。脇はね、うん、やだ俺が。いや、しょうがないよ、だってそのお金を俺がゆくゆく使わなきゃいけないと。脇なんて大チャンスだって。行ってみる、うん、行ってみる。じゃあとりあえず脇、脇なんて結構いけるだろ。脇いけるよ、うん、え、こんないけんの。いけるだろう。肩脇にこれあげてみる。今これで4,000。4,000？うん、全部で。すいませんね。いや、全然いけるじゃん。もう1,000円。5,6,7、うん、寂いって。寂いし、嫌だって格好が。6,7、今何時？今2時。3時。3時っつっちゃダメ。時っつっちゃダメなんだよ。はいはいはい、はい、じゃあとりあえず8,000。じゃあちょっと8,000。こっからは協力も必要だし。まずい、お前これ3,000近く入ってんだよ、首にな。首入ってんだよな。多少苦しいよ、ずっと。OKOKOK。あ、そうか、こっち開ける。いるんだよ。こっち開けれないから。出かけるときどうしたらいいか。自分で行ける？え、自分で行ける？あ、行ける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 。ああ、冷たい。冷たいし、もう動かせない。あ、で、胸下行く？胸下行ってみよう。7,000円目、7,000円。じゃあこれ分ける？はい。500円ずつぐらい。音がゴリってなって怖いな。あー、いけた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 。なんでそんな申し訳なさそう。申し訳なくなっちゃうんだよ、この。なんでこんな申し訳ない、謝ってるから。これでも1個減った？
間をギュッてやって、そう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 、一枚一枚見えてる一枚見えてる、ここいいね、ほら、かけちゃう、あ、かけちゃう、かけちゃう、どう、バーレスク東京か、お前チップ踊り子さんにチップ入れてくんじゃないよダメだな。あ、これでいくら？これでいくら？今7000入った。7000入った。これで8000。8000いってみよう。あ、肘のここ。うん。なるほど。肘ちょっと置いてくれ。俺の協力。ここだ。あ、そう。もう1万1歳ここだったら、え、あと何いくら、あと2000、1万、うん、あと2000、どうしても1万いきたい、最初にやっつけよ、マジで最初にやっつけよ、はい、OK、はい、はい、これ9000、1万円9000、何してるこれを手に隠せばいいんじゃない、最悪もう、なるほど、うん、これ手に持てば1万円来た、これで不良の前通れば1万円持ってるってことバレずに、これならどこ買い物行ってもキャッシュレスでお金持ってないと思われるから、買い物するときにすごい便利。おい、金出せよお前。おい、私金持ってません。一円も持ってないでしょ。持ってんだろてめえ、おい、持ってないでしょ。失礼しますよ。あー、動き遅いわこれ。うん、めっちゃ遅いわ。というわけで、関は、はい、体の中に1万円を隠すことができました。できました。はい、出すよ。じゃあ出すとこ行ってみる。はい、お会計1万円です。はい、すいません、お会計1万円です。はい、失礼します。はい、気持ち悪い。気持ち。はい、1万円です。毎回買い物の後に謎の跡がつくの。あったけー。100円玉あったけー。お金に命が宿ったな。はい、以上です。どうぞ。女子の可愛いところ第3弾でございます。ちょうど今の100回目です、まあ、今回もさらに、出がらしの部分に、いや、じゃあ飲みたくねえ、3弾で目薬さした終わりだって